私の、この2周年目に向けての意気込みは、もっと個性を出して、なんか自分の強みとなるダンスだったり歌だったり、そういうのを見つけていきたいなと思います。もっとファンの方がたくさんおそらそれを応援してくれるように、もっと全力で頑張ります。私はちょっと聞いて分かったと思うんですけど、歌がすごく苦手なので、これから2周年に向けてもっと歌の技術を磨けるように頑張っていきたいです。そしてサガソリがもっと大きくなればいいなと、力が私も、サガソリが大きくなるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあここにロープはとりあえず最後にひなさんに締めてもらいます。はい、ひなさんです。私は運営をいっぱいしてるし、メンバーとしてもたくさん頑張って活動しているのですが、やっぱり一番ちょっと上手くなりたいなって思うのは、作詞とダンスを作る技術をもうちょっと上げて、もっともっとね、たくさんの人に見てもらえるような曲をね、作り上げていけれたらいいなと思います。素晴らしい。素晴らしいね。そうですよね。はい、そうなんですよ。あれ？期間。じゃあちょっと3人になりますか。はい。実はなんと、なんと新曲が2曲もあります。しかもなんと初めてのせーのユニット曲です。楽しんで、このコンビがね、楽しいで、本当なんだろうね。はい、かんちゃんどうぞ。はい、それでは聞いてください。可愛い子が可愛い子が好きなんて。Thank you.
それでは聴いてください、透明な嘘。ありがとう夜空にふわり終わりを告げる透明な嘘、精一杯のつがり行き場を失った感情、仕上がりました。イエーイ。ありがとうございます。ということでね、
最後の曲に行きたいのですが、その前に、サライズソング運営より大切なお知らせがございます。あやちゃん聞いてない、言ってない、サプライズですね。あ、チテ見ちゃダメですか。あ、本当ですか。じゃあみんな見ないです。あら、あら、なんとオフィシャルサイト&ファンクラブ開設決定。すごい、はい、詳細は後日って書いてあるのですが、昨日お話ししまして担当者さんと、11月1日頃に、開設できまーす。わあ、すごい。はい、なんかあるのお知らせ。全部で3つあります。あ、じゃあゆなあずかって。わかった。2つ目、アルバム&ミュージックビデオ制作。アルバムとミュージックビデオの制作が決定しました。いいですね、いいじゃん。まだ2つ目なんだけど。そして最後は2023年来年の1月22日に、ヤフコーのグラフにてファーストワンマンライブ決定。私たちにはね、ちょっと、やっぱり目標があります。はい、それは、目指せ動員100人です。ちょっと厳しいかもしれないけど、はい、頑張って100人集められるように頑張りましょう。はい、ということで、はい、重大発表をちょっと3つほどね、させて、丁寧にね、驚きたかった。そうなんですよ。ちょっとこれまで1周年に向けて準備をしてきたこの3つを発表できてよかったです。ありがとうございます。ということでね、意気込みをまだ言ってない2人がいるので、ちょっとお願いしようかな。ゆなさきゆね、え、違うわ、最後いやいや、あやちゃん分かった。全部飛んだんだけど考えた。あ、いいよ、アドリブで。はい、まず1周年ライブにこんなにたくさんの人が集まってくれると思わなかったので本当にありがとうございます。 ありがとうございます。あやは結構アイドルに憧れが強かったんですけど、ひなさんにお話をいただいて始めることができてよかったです。2年目はもっともっと高みを目指して頑張りますので、皆さんぜひそろそろ一度よろしくお願いします。お願いします。この後、言いづらい。はい、最後、でもね、レッスンで言ったことを言うね。はい、私は、今、レイちゃんが入る前までは私が最年少だったんですけど、レイちゃんがね、最年少になったということで、私は今まで、お姉さん組に甘えてきてわがままばっかやってきたんですけど、これからはメンバーみんな引っ張っていけるように頑張っていきたいと思います。そしてこのメンバーで大きなステージにたくさん立てるようにもっともっと努力していきたいと思っているので、皆さんついてきてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、ゆなね、ずっとさ、もうゆなは最年少になる、ならないの嫌って。そう、ゆなが最年少がいい。でもなんか、気持ちはまだ最年少。ということで、最後の曲いきたいと思うのですが、なんと最後の曲も新曲となっております。誰がセンターかな？じゃあ、たちんちんについて顔を下に向けて準備してください。それでは聴いてください、エターナルヒロイン。
指すんだ。そこには何があるのかなんてわからない、それでも前へ進む。飛び乗っていざ出発し、もう少し最後の空の中で、この空に浮いているのは星たちの星だ。以上、私たちサライロサルベでした。ありがとうございました。